人類の皆様、アニョハセヨ。アニョハセヨ。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんはですね。天神三丁目町内会でございます。はい。この放送はウェブ番組を通じて天神親不孝の森の魅力を全世界人類の皆様に発信していこうと、毎週月曜日の夜生放送しております。私、司会の町内会長こと番長でございます。番長、よろしくお願いします。はい、くしゃ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 5月1日にアイレフホール10階で行います、親不孝通り名称復活記念祭、ブラジル福岡県人会チャリティーコンサートの、親不孝通り昭和歌謡音楽祭、はい、実行委員長の白木正弘さんでございます。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にあのガヤと、はい、親不孝通りっていう名前がパーンと入って、はい、うんうん、変わりましたね。やっぱりました。変わりました。不思議なことにね、はい、元のその親不孝通りっていう富という字と書いてあった時に、はいはい、前の天神よろず町通りって書いてあった時に、はい、もうね、いたずらの落書きとか、そうですね、いたずらポスターとかもたくさんあってたんで、ブリッシュ、とんないですよ。いや、ずっと綺麗なものですよね。やっぱりこれね、はい、金沢翔子ちゃんの、はいはい、思いみたいなやつが、はい、分かるんだなという。そうそう、大体親不孝通りってまあ、元々愛称じゃないですか、はい、で、このガエロ島にができたのって白木さんがもう一番初めに呼びかけて、そうそうそう、天神よろず町通りという、はい、天神よろず町の発展規制会のシンボルとしてのガエロ島だったんです。それどれぐらい前に作られたんですか。だから30年前ですね。30年ぐらい前に、そうですね。このガエロ島を38基そうなんですよ、つけられてる。42基だったんですよね。あ、42基、はい。で、僕逆に皆さん、はい、僕もびっくりしたんだけど、はい、なんか皆さん、この街路通り、親不孝通りっていう名前がね、うん、昔から書いてたように思って、うん、それが富になって、はい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 、今戻ったっていうイメージじゃないですか、はい、の考えたらね、うん、初めてなんですよ。その親不孝ものの親不孝通りっていう表記の表記をね、街路通りしたのは初めてだ。っていうことはもう本当今までその親不孝通りってニックネームだけで別にどこにも表記はされてないっていうか、そうそうそう、公式なところでは、そうそうそう、今回初めて公式に親不孝通りって名前になったってことは、復活じゃなくて、そう思ってみたら初めて新生なんですね。そうですよね。だけどもともとそのガエル島ができた時ってよろず町通りって書いてあったんですよね。 それが、富という字になって親不孝通りになって今本当の親不孝通りと、まあ、そういった意味でね、非常にあの親不孝通りの歴史の中でもね、はい、今回のその名称復活というか、復活じゃなくて、はい、新生で新しくできた、はいはい、親不孝通りの正式の名前はね、はい、これはね、記念すべきことじゃないかというので、企画したのがね、はい、まあ、親不孝通り昭和音楽祭、はい、昭和音楽祭、ね、ちょっとここにも貼ってますけれども、これタイトル見て分かるんですか、はい、平成スタジオのこと、昭和の春の夢一つというか、ここで5月1日という日はね、はい、実は来年の5月1日は、はい、平成が終わって新しい時代が、うん、まだ名前分かりませんけど、はい、始まる日なんです。5月1日の実施の1年後がそうですもんね。そうなんですよ。で、はい、ということはですね、これはもう平成最後、時代が今年で終わっちゃうんです、ね、はい、はい、そうですね。で、平成って時代、基本ずっと考えてたんだけど、はい、昭和という時代を完全否定しようと、はい、そういう時代が平成だったんじゃない。この30年の平成の歴史っていうのはね、うん、昭和なるものはもうことごとく否定してきた30年。なるほど、なるほど、なるほど。だから逆に言うと、新しい時代はね、はい、昭和が、大体その、世阿弥の昔からね、はい、芸術の世界でもそうだけど、宗派理じゃないですか、はい、最初は守る、はい、そして破る、はい、そして理という、この破るもしない、守りもしない、はい、新しい時代の、はいはい、つまり、うん、平成が終わるということは、うん、昭和の、はい、平成の時代にみんな捨てたこと、はい、捨て去ったこと、つまり価値がないということで、はい、それがね、はい、やっとその冷静に昭和のいいところを聞く、はい、もう一回再発見して、はい、しかし昭和を引きずらない、はい、昭和の過ちみたいなものを完全に削り落として、はい、昭和で一番大切だったものをもう一回ね、はい、
リボーンっていうかね、はい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 、セカンドチャンスか、セカンドチャンス、セカンドチャンスと思うんです。なるほど。だから、うん、勝ち合うんじゃないかなと、このタイミング自体でね。そうですね、うん、で実はこの、昭和期、この音楽祭なんですけれども、うん、もう白木さんもこれかれこれ1年ぐらい前から企画いろいろされてましたよね。もともとですね、はい、昭和という時代をもう一度ねこう、はい、何だったのか考えるじゃないかと、うんうんうん、でそれのきっかけが音楽、昭和音楽、うんうん、ということで番長から振られたんですが、ね、はい、いいアイデアだなと。もともとその初めアイドルを、昭和アイドルですね、昭和アイドルを作ろうということで、はい、で我々ちょっと私力及ばずで、ちょっといろんな吸ったもんだってなかなかそのうまくいかない時に白木さんが頑張っていただいたんですよ。でそこでネットでね、はい、昭和の歌う歌詞を探してたら、はい、たまたまヒットしたのが安井ちゃんという、はい、ブラジルの、はい、9歳で、はい、ブラジルの音楽祭で8週連続で優勝した人、はい、日系4世の日系4世ですね、はいはい、でこの動画を見たらね、はい、なんと1つの動画で50万ダウンロードとか、はいはい、全部合わせて1000万ダウンロードされてる。はい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 、はい、9歳ですよ。すごいですよね。でこの子はね日系4世だから日本語喋れない、はい、お母さんも喋れないでしょ。そうですね、うん、それがねその日本語でそのブラジルで歌ってるテレビ局で、はい、そのブラジルのその監修がね、はい、泣いてるんですよ。おおおお、そう日本語で歌ってるのに泣いてる、はいはいはい、分かんないのに、はい、けど音楽の力、昭和の音楽の力だなと、はい、ということを感じてね、ぜひこの子を親不孝に、はい、昭和アイドルとして呼びたいと、はいはい、って思ったんです、はい、で Facebook ではい、したんですけど、はい、まあ、なんとかいいよみたいな話があったんで、はいはい、しかし向こうもね、はい、怪しいもんね、誰かがこれで分かりましたと、うん、じゃあその一番怪しい人を見ますけど、はいはい、でブラジルに行ってもらったんですね。そう去年の夏前ぐらいだったんですかね、白木さんが、ね、LINE が入ってきて、白木さんから、はい、いやこの子すごいから歌聞いてみろって言ったら本当すごかったんですよ。え何こんな日系の女の子でこんな子いるんだと思って、はい、ちょっとブラジル会ってきてくれよみたいな話になりました。はい、はい、ちょっと会う距離じゃないですよね。で去年10月ですか、はい、ブラジル行ってきたんですよまあまあこの休みって僕もちょっと仕事も兼ね合いもちょっとあったんですけれども、はい、でサンパウロ州に住んでると、はい、僕もね、ブラジル新聞社がサンパウロ州にありますんで、僕もサンパウロなんで、そしたらちょっと会いに行きますねぐらいな感じだった、はいはい、会いに行きますねぐらいな感じだったんですよ。ところが、ええ、サンパウロ州っていうのが大体日本の四国を抜けた日本国土のと、ええ、サンパウロ州とか大体同じぐらいなんです、ええ、で自分まさかと思ったでサンパウロ州のちなみにどこなんですかって言ったらアラサツー橋っていうんですね、はい、これですねもうマットグロッソっていうブラジルの内陸にずっとサンパウロから入っていくとこなんですけども、はい、バスでですね8時間以上かかりました。道路はどうなんですか。道路はですね道路はもう舗装してる、あもう舗装されてて、昔赤土の道路だったんです。それで8時間じゃすごい距離。昔はですねもう何日もかかってたぐらいの感じ、まだ道路が舗装されない時代は、でいや8時間以上やったかな、まあ、とにかく、出たのが夜の7時か8時ぐらいの、はい、バスで夜行バスで、で朝起きたらまあ、バスの中で朝迎えたんですけど、はい、ちょうどこう朝日が昇って地平線からこう太陽が上がってくるんですよ。お、はい、でちょっと一回休息所みたいなところで、でもう本当なんていうんですか、延々とその牧場みたいなもう何時間行っても景色が変わらないっていう広大な中を出して、で結局そうですね朝着いて、はい、そこの町、はい、で、やすみちゃんのお母さんとやすみちゃんとお二人で、バス停まで迎えに来てもらってました。バス停まで迎えに来てもらってました。で、会って、もちろん日本語も全然わかんないということで、はい、ただ驚いたのがですね、やっぱやすみちゃん可愛いんですけど、なんかすごいこう魅力的っていうか、大人っぽいっていうか、いや、大物オーラがあるんですよ。9歳ですよね。今14歳だよ。9歳の、はい、映像は9歳の時の映像なんですけど、はい、今14歳かなんですけど、てっきり家に招待されるかと思ったら、はい、近くのショッピングセンターのマクドナルドやったんですからねまだ怪しいんですよ。まだそうですね、怪しいんですよ。はい、ブラジル
といえばね、ブラック通りではね、ブラジルのダンサーとして最高でしょ。なんかブラジルの魅力、僕もブラジル同じ時期に行ったんですけど、昔行った時に、はい、すごいですよね。すごいです、何が魅力なんですか、ブラジル。やっぱりブラジルの人、私は一番人かなと思うんですよね。 人の性格、うん、やっぱりあのもう底抜けに明るい、うん、もしかしたらもう明日死んでしまうかもしれないから、うん、もう今日踊っちゃえっていうような、うん、あの性格がやっぱり私にすごくあって、うん、でいつでも家族のように接してくれるんですよね、仲間になると、うん、だからやっぱりその部分が私にとってはすごく魅力だなっていうふうに思います、うん、踊ってる時はもうブラジル人になりきってる。そうですね、うん、完全エロイザになりきってます。あのエロイザさんもブラジル結局トータルしたら何年ぐらい？あ、1回か、はい、3回行きました。最初は半年で、残りまあ3ヶ月、3ヶ月ぐらいだったんで、トータルで1年ぐらいですかね。1年ぐらいブラジル行ってるんですよ。食べ物はお肉が美味しいですね。美味しいですね。びっくりしましたね。鶏も美味しい、ね、で最近ですね、うん、日本でもブラジル式のあのバーベキュー、シュラスコってあるじゃないですか、はい、あれが流行ってて、今福岡市に本格シュラスコの 店が2店舗ありますよね。そうですね、高田駅 の, あのバスターミナルの上に8階と、あと今泉にあります。そうですね、はい、そしてここはあのよくあのブラジルの格闘技のあカポエラですね。カポエラやってます。あれもエロイザさんたちが、エロイザさんの、はい、そうなんです、はい、はい、は今回にあのカポエラをやってるっていうのはね、あれは結局その、はい、スペイン人の弾圧に対して、はい、武器を持てないんで、はい、格闘を教える時 の,、はい、あの踊りとして教えてるんだけど、そうなんです。あのこうなんていうんですか、こうカモフラージュというかスローモーションみたいだけど、はい、動きが瞬発なんでね、はい、いや僕当時なんかちょっと分かんないですけど、こう石の尖った石を足で挟んで、はい、スパーンってこう武器があるんですよ。本当です。いやいや、考えてみるとね、オヤフコ通りってブラジルとのね、はい、サンパウロの、ね、はい、新聞の、はい、福岡支局もありますしね、はい、だから、ね、ブラジルっていうのはすごいなと。でも、はい、初めてブラジルに渡ったんですよ、はい、僕あの南米で石油を売ってたからね、はい、でも南米も島、はい、あのトリナトバコっていう、はい、ブラジル本土にあって、はいはい、島なんですよ、あの中米のカリブ海の、そうそうそう、英語圏唯一の英語されるところで、はいはい、初めて南米に渡ったんだけど、はい、ブラジルの魅力っていうのはやっぱ広大な大地、そうですね、大自然ですね、はい、あれはすごいなと。でやっぱそういうなんかこう人を変えますね、ブラジルは。そうですね、最初にブラジルに行った時どんな感じでした？ショック見ました。試合がだんだん悪くなってきてましたね。蛇とか、はい、毒蜘蛛とか、まあ、あれはですね、もう自分一緒に生活してましたからね。すごいよな。はい、いや僕ですね、このヤスミンちゃんが、うん、なんで日本の歌を歌うのかっていうのは、うん、理由があって、ね、ブラジルって一番世界で一番日本人を受け入れた国なんですよ。そうです、100万人以上今、はい、ね、いますよね。そうですね。で大体戦前戦後を合わせて25万人がブラジルから移住されてるんですね。あ、ごめんね、日本からブラジルに移住されてるんですよ。で福岡県は全国で4番目か5番目ぐらいなんですね。多いんですよ、多いんです、九州が多いんでしょ。九州多いです。鹿児島、熊本ね、一番が沖縄で約 10% 移民の、はい、でその次が熊本、でそれから広島かどっかで次が福岡なんですよ。でその当時は、まあ、まだこれ戦前の話じゃないですが、行ってジャングルの中とか、はい、そういうところで開拓していくんですけれども、何も娯楽がないんで、はい、もう郷土の歌を歌うしかないですね、そこで。そっか、はい、でそれがその後その、まあ、戦後機種があった頃からやっぱその日本でもカラオケブームってきたじゃないですか、はい、でそれでカラオケがもうブラジルで大流行して、はい、向こうではビデオケって言うんですけど、ビデオケ、ビデオケって言うんですよ。もちろんもうポルトガル語でもいっぱい入ってるんですけど、はい、それで日本の人たちがその歌 の, あの向こうに行くとですね、サンパウロ日本文化協会で移民紅白歌合戦とか年末やるんですよ。コロニアってコロニーっていう意味で、はい、植民地っていう意味なんですけども、日本移住地、各日本移住地が集まって紅白歌合戦、芸能祭、いろんなことやるんですね。ああ、すごい。で実はね、はい、これの企画の中に一つあって、ブラジルで初めて知ったんだけど、日本人が初めてブラジルに、まあブラジルから南米行ったのは、はい、最初はペルー、最初はペルーです、はい、118年前でしょ。そうです、そうです。でブラジルはね、なんと今年が110年、はい、110年、そうですね、記念すべき110年記念なんですね、はい、そうです。で
なんで僕の中ではグラデュエットに夢を抱いた若者たちがね、こう行ったんだというイメージ、ものすごくプラスのイメージで行ったんだけど、実はペルーに渡って聞いてみたら、これは一種のね、日本経済っていうか、まだまだ貧しかったから、とにかく農家の三男坊、四男坊、五男坊はもうとにかく未来がないと、日本人は飯を食えないと、そこで政府がね、結局金融政策なんですよね、国策としてですね、ああいうことを騙して、連れてってたんです。そうですね、だからもう夢を抱いていった若者たちが行ってみたらね、あれので、ひどい状態だったんですね。そうですね、もともとその黒人奴隷が、まあ、禁止されたんです。そうです、禁止されて、ペルーはですね、その後その中国人を入れたんですけど、あんまり働きが良くなくて、農業をやらせるんだったらやっぱ日本人だろうということ で日本もよく調査もせずに、その、いっぱい送ったんですね。ところが向こうの受け入れたスペイン人、ポルトガル人っていうのはもう奴隷と同じ、あの見方が同じなんで、ところがやっぱ日本人っていうのはやっぱ頑張り屋さんが多くて、はい、でそれで今やっぱペルーでは大統領も出ましたし、ブラジルでも大臣とかですね、そうそうたる人たちが、おそらくね、ペルーの選挙がもし、もうある3年後かなんかね、藤森さんのお嬢さんがなる可能性がものすごく強くなって、そうですね、そのあとは日本初の女性大統領ですよ。そうですよ ね、はい、でもうブラジルの街とか、はい、ペルーの街を走るとね、もう稽古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 、どこでも稽古って書いてあるね、すごいですね、日本愛っていうのがね、で日本もやっぱり今ペルーに対して農産物がね、ものすごく南米ってすごいね、植物も鉱山資源もすごいですよね、人も、だからこれはねやっぱり日本のね復活っていうか、今後新しい日本を作るときにね、南米の鉱物資源、植物資源、そして人、そしていろんなものをね、僕はもっとやればね、そのためにも本当ケイコさんとか、やっぱ南米がねこれだけその鉱物とか農作物とかがあるにかかわらず、やっぱまだ途上国なのかっていうのは、やっぱ政治なんですよ。そう政治汚職がすごいですよ、だから日本人というのはもう真面目なんですよ、だからやっぱ日本人のやっぱそういう勤勉さとか、そういう誠実さとか、そういうのが今度の政界とか稽古団とかそういうのが入ってくると、ね、もっと南米は発展していくと思うんですよ、ね、だからね、やっぱ困るわけ、日本人が入ってきて真面目にやっちゃうと、だから結局藤本さんすごいなと思ったのがね、やっぱり最初にやったのが教育なんですよね、で1日に5ぐらいの学校をどんどん作っていって、公約をね、そのお金全部日本政府が、日本財団が出したんだよね、10年間で5000校近く作ってる、ね、だからやっぱ南米っていうのは初めて僕は本土に渡ってんだけど、もう魅力ありますよね、そうですね、ただやっぱり遠い、遠いです、今回のやすみちゃんがね、来てくれるんですよね、30何時間のことやってるんで、いやもう本当こんなとこにも日本人がぐらいの勢いで行きましたね、その町はどうなんですか、日本人のやっぱり移住地なんですか、あそうです、もう本当その戦前の一番初めの初期移民が、開拓したところなんですね、アラゴスは。で今でもまだオウムとかが飛ぶようなところで、もう夕暮れになって僕びっくりしたんですけど、公園にいると緑色のこんな大きなインコがいるんですよ、オウムみたいなぐらいの大きさのこのインコがいるんですけどそれがもう気持ち悪いぐらいブワーッとくるんですよ、でもギャー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 って、そんなところですよ、人口はどれくらいの町なんですか、人口はですね、大都会、いやいや大都会まで行かないんですけど、黒崎ぐらいですかね、結構20万人ぐらいの、結構都会なんですか、はい、都会ですよ、いやだからラスミちゃん家族をね福岡にね、どこを連れて行こうかと思ったんだけど、やっぱり町、その天神とか新天町が一番喜ぶかなと思ったら、どうなんですかね、日本的なものを喜ぶんですかね、いや喜ぶでしょう、でヤスミちゃんもなんか一回日本に歌は歌ってないんですけど、なんか家族で来たことあるって言うんですけど、多分まだ幼かったし、そんなに日本の記憶あるあれじゃないんですよね、だから今回初めてもう日本のそのなんですか、いろんなことがこう知れるっていうか分かるっていうか、相当楽しみにされてる、でまた、今回その白木さんがもう本当その自分のこのポケットマネーといいますか、ご招待なんですけども、家族みんな呼ぶんですよ。というのはね、Facebook で、そのお母さんの、Facebook があるんだけど、4人で写ってるんですよ、家族。
で お母さんとヤスミちゃんだけ最初よく言ってたんですけどね、はいはい、そしたらね男の子と弟とお父さんが悲しそうに見えたんだよ、はいはいはい、それで、まあ、4人どうですかって言ったら、はい、本当に来られるんだよね、本当に来られますすごいよね、いやもう向こう相当喜んでますよ、喜んでますよ、ね、ぜひあの日本の良さっていう、はい、知っていただきたいし、はい、美味しい博多の美味しいもの、もうなんか海のものなんかもね、はい、その内陸地区ってことは魚はあんま食べない。ああそうですね。いやでもブラジルはですね、やっぱあの大西洋側のあの男っていうのは太平洋はですね、はい、結構その青魚とかいっぱい取れるじゃないですか。大西洋ってここ熱帯魚系みたいなのばっかりなんですよ。美味しくないんですよ。海が暖かいのか塩分少ないのかちょっとわかんないんですけど。あの生魚を食べないですよね。だから今回の博多の玄界などの魚とか食べたらびっくりすると思いますね。ね、ぜひなんか美味しい魚もね食べていただきたいし、はい、で何が夢ですかってね、だからヤスミちゃん歌がね歌いたいだろうって言っても、どんたくの、はい、その前夜祭のテレビ番組の予約をしたんですよ、はい、出演できるように、はいはいはい、無理やり、はい、そしたら実はそのどんたくで歌うよりも行きたいとこあるから、はいはいはい、どこと思います、どこですか、福岡の中どんたくよりも行きたいとこって言われたんです。ディズニーランドじゃないですか。あ、近い、いいとこ着いた。まさかのスペースワールドじゃないですよ、それちゃいましたけど大阪。大阪ですか、はい、なんかユニバーサルスタジオ、ハリーポッター行きたいと。あそういったところが少女だったよ ね、 ね、はい、だからまあまあ、それも含めてね、はい、あの家族でね、大阪のユニバーサルスタジオと博多を満喫してもらいたいなと思ってますけどね、はいはい、でもう一つの、ね、話題としてはね、はい、1月3日のテレビ見てたら、はい、めちゃくちゃ美空ひばりの歌を歌う奇跡の少女がいて、はい、この人がね、梅谷心ちゃんっていう、心ちゃん、いやこの子ですね、この子、そうそう、この子博多のね、はい、梅谷仏具店の家の方で、はい、有名なとこですよね、仏具店の、はい、方で今9歳、あ、9歳なんですね。わで、めちゃくちゃもう歌がうまくて、はい、実はね、あさってかな、18日の日か、はい、カラオケバトルっていうテレビ番組やってますね、はいはいはい、あれにね、出る福岡代表で、おおすごい、で、おそらく12名出ますけども、はい、決勝まで行って、はい、3人残るんですけどね、はい、行くかどうかっていうのはね、18日ね、見てからの福岡でね、楽しみですね。テレキュー、はい、6時半からあるんで、6時半からですね、はい、この子も歌うんですよ。この子も白木さんが呼んだんですよね。この子も呼んだ、はい、すごい。それからね、パピマシェっていう、パピマシェ、この前目の前のアリービリーバー、はい、僕が作ったライブハウスですけど、はい、ここで毎月1回ね、はい、やってる地元のアイドルで、はい、あの福岡でも HKT の次の次ぐらいに、はい、人気のあるぐらい。いや、パピマシェ人気っすよ、ね、はい、これ平成のアイドルとしてね、うん、だからあのステージとしては平成のアイドルパピマシェが歌って、うん、だんだんタイムスリップして、うん、美空ひばりが来る、そしてブラジルに行くという、はい、時間を戻って、はいはい、最後はみんなでね、はい、テーマ曲を作ったんで、はい、この街に暮らそう、この街に戻ろうというテーマ曲を作って、はい、僕は作詞して、はい、で HKT のいろんな作曲やってる、はい、橘ひとみ先生、はい、来ましたね、はい、来られました。あの方に頼んでね、はい、全員で、はい、歌を、この歌ですね、あ、この歌詞書いてますよね、そうですね、うん、ということでね、で、はい、あのテレビ の、 この入場券どうしたらいいのかというと、はい、整理券が、はい、あのガリアがね、はい、という雑誌が4月20日に、はいはい、出ます、はい、20万部、はい、それにね、この整理券つけてますんで、はい、ここですね、整理券、はい、ただ整理券があってから入れるかどうかっていうのはね、キャパが300人しかいないんで、今回アイリフォール10回って、あのアイリフォールって280人か260プラス立ち見で440人、ああなるほどなるほど、はいはいはい、まあ、入れないかもしれないけど、はい、まあ、できるだけあのヤスミンちゃんとか、はい、ココレちゃんとか、うん、パキマセとか、はい、まあ、そういう本当に来たいと、はいはい、いう方はぜひね、あの入れたい、もう入れたいと思いますね。でもう一人、この小林千佳さん、千佳さんは南米のね、はい、南米にあのハープがあるんですね、はい、南米だけには伝わったハープ、はい、ちっちゃいんですよ、ヨーロッパのハープと違って、はい、それをね、ものすごく、これ福岡の方で、はい、あ、美しい、すごい方なの、これ
やっぱ昔そのスペインかなんかが持ってきたんでしょうね、南米に。そうそうそう、それを小型化したんですよね。へえ、このね、南米のハープを弾く人がいること自体がね、うん、南米の踊りを踊る人もいるしね、はい、いろんな方がね、福岡って本当ですね、南米とつながってんだなって。ですごいのがやっぱその白木さん、その YouTube とかで見て、あ、この人すげえなと思うんですけど、この人呼んでそのコンサートしようって言ってそのみんなそのオッケー出してこう来てくれるっていうボランティアで、いや、もうね、それこそ最大功労者だね。ブラジルまで立ってよ。いや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 、放送した人がね、よく来てもらえなかったんですね。僕もびっくりしました。いや、これがですね、うん、親子通りのパワーっていうか、すごいっすよね。すごいです。はい、そしてあの今回の、はい、テッシーさんっていう、はい、この番組にも出てもらってないから、まね、はいはい、あ、で出てきましたよ。1回か2回、はい、あの登場、この方はね、はい、僕と同じ年なんですけど、はい、全世界に今あのチーズケーキ、はい、親子初のチーズケーキの手通しさんのチーズケーキ、はい、何百店舗展開してて、はい、その方が本を書いたんですよ、はい、親子通り純情伝説という、はい、これは古野さんっていうマリアクラブ、はい、の日本一のディスコを作った、はい、あの方を主人公にして、うん、あの哲司おじさんの若い頃と僕と、はい、まあ、こう一人の女の子を、はい、奪って、はい、奪い合うという。実はなんだ、僕はね違うと思う。まあ、そういう小説も出るんで、はい、この出版記念パーティーもあるんですよ、ね、はい、すごい、いや楽しみですね。実はですね、ここにおられるこのお三方がおられるんですけど、この哲司おじさん、はい、それからこの冬野さん、白木さんという、はい、この3人が親子行通りを、一時代ってこの親子行通りを全国区にしたのがこの3人なんですよ。僕はダメだけど、この冬野さんと弟子さんはやっぱりそうだね。いやいやいや、だって白木さんも、だってガヤロ島も白木さんが作りの、はい、聞いたらあの親子行通りにあるあの電話ボックス、はい、2台も白木さんが寄付されたり、そうそうそう、親子行神社作ったりとか、いろんなことをやられてるじゃないですか。この3人が、白木さんほら、やっぱメディアの畑にいたし、はい、もう親子通りをどん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 やっぱこうやって全国にね、あの広めていかれたんで、この3人 の, このぶっ飛んだ、やっぱもう本当ね、いい意味ですごいぶっ飛んでるんですよ。発想力もすごいし、はい、そのこれを実現させるっていうそのパワーっていうか、そうね、昔ね、親子通りをね、はい、深夜番組で、はい、もう予算が20万しかない番組なんですけどね、はいはい、で深夜番組で親子行通りをほふく前進して、はい、歩くだけのここを、はいはい、そうですね、こうして、はい、それをねずっと番組で半年やっとった、はい、半年やったんですか。それすごい、店も張ったよ、入る、はい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 、で下からインタビューするっていう、それもねやっぱ新しい試みで、ワンカメだからもう全く編集しないの、はい、それをずっと続けてって、そんなんやったら本当めちゃくちゃやってましたね。福岡のだって記念、あの福岡のこのドーム、あれも第1回放送って親子通り、親子通りから始まったの。そうなんですね。そう、はい、知らなかった。園田さんっていう方がね、まだアナウンサーで若くて、はいはい、で彼がで、まあ、アナウンサーデビューなんですね、はい、ドームが始まった時に長間公園にアーティストで100人ぐらいのアーティストを集めて、はい、でみんなで石道路、砂道路を作って、はい、はい、それをライティングした時にドームがわーっと来るという。へー、結構ねやっぱみんなもう昭和の時代、はい、もう平成に変わった時はまだ昭和が来てましたから、はい、もうやんちゃやり放題、ね、それはいつぐらいなんですか、そのドームが始まったの。平成の1年か2年か、そんな感じ。あ、それぐらいから始まった、28年前ぐらいですね。だからやっぱり昭和っていうのはやっぱりね、みんなパワーがあって何でもやってやろうっていうのがあって、平成になるとみんなダマーなったでしょ。だからもう一遍なんだね、あれはダメこれはダメになってきましたもんね、本当。だからなんかもう一人なんか間違ってくるんじゃないかなと思いますね、はい、そうですね。いやでも本当白木さんがおっしゃるように、そのここは若者を、夢見る若者を応援する街なんだというそのコンセプトが親子通りにあるんですよ、はい、まあ、そういうのって今だいぶ元気はなくなったとは言いつつも、やっぱそういう若者たちが集まってくるのがやっぱ親子通りだし、はい、そうですね、まあ、今回もこういう若い人たちの歌じゃないですか、うん、こういう人たちがこれからね、あの大スターになるような卵の人たちなんで、こういう人たちを白木さんが今でも応援していこうって、まあ、すごいことだなと思うし、はい、そういう街ってなかなかないからですね。そうですね、はい、ちょっともう聞いてもらえないんだけど、ね、あ、やすみちゃんの歌声ですね、うんうん、
約束で肌を寄せ合う二人なら9歳の歌声ですか。いやいや、ちょっともうっびっくりしますね、本当、ね、大人ですよね、なんかここ中から出てくるものが、そうそうそう、さらに日本語はできないっていう、日本語はできないのによくこんな歌を歌えるなというのはすごいす、ね、天才ですね、いや本当に天才です。はい、まだあるなら梅谷さんの、あ、梅谷さん、ぜひぜひお願いします、はい、へえ、素晴らしいね。嬉しいですね。これを福岡で聴けてしまうというね。聴けるというのはすごいですよ。うん、いや、はっきりして贅沢ですよ。贅沢ですよ。しかも入場無料ですからね。これがね、梅谷ボールちゃん9歳、はい、今9歳。今10歳。美空ひばりの歌を歌わせたら、はい、日本で一番うまいんじゃないかな。どっちも9歳の頃の歌ですよ。はい、いやー、この日の夢に、カラオケバトルではリオマントの夜を歌う、知ってますリオマントの夜、アイヌの歌なんだ、そう、ものすごい声量が必要な歌なんだ、これ美空ひばりのね、はいはい、有名な、彼女が9歳頃歌った、東京キッズっていう、まさにね、昭和っていう時代は、はい、もう海鮮のどん底の中で、はい、夢だけなんだね、はい、みんな夢があったんで、はい、で平成は夢を全部潰した時代なんだ、なるほど、で今度その夢をもう一遍拾い上げて、はい、新しいね、はい、時代を作ろうじゃないかと、はい、なんかそういう思いも含めて、はい、この音楽祭をね、はい、ご覧いただきたいと思います、はい、いいでしょ、だからもうね、若い方から、はいはい、お年寄りまで、うん、おそらく10歳から、うん、なんか80歳ぐらいまで、はい、楽しめる音楽祭になると思いますので、ぜひ、ね、はい、来ていただきたいなと思います、はい、ですね、じゃあ最後になりますけれども、開催がですね、はい、2018年、今年なんですけど、5月の1日、火曜日、平日なんですけど、まあ、ゴールデンウィーク期間中ということで、場所が、親子通りのこのエリアにある舞鶴2丁目の、アイレフホール10階で、会場がですね、17時半からで18時に開演ということで、はい、入場は無料となっております。このチケットが必要なんでね、あ、そうですね、はい、
はい、チケット欲しい方は、福満醤油ありますので、はい、普通にガリアで、そうですね、します。まあ、それかもしくは、親子のテレビに、のメールで、私の方に送っていただければ、対応しますんで、はい。はい、ぜひ多くの方に来ていただきたいのと、まあ、なるべく早く来て、いい席をですね、そうですね、取っていただかないと、はい、パッと埋まると思いますんで、はい、はい、じゃあ本当今日はお二人さんありがとうございます。本当にありがとうございます。じゃあそういうことで最後にですね、はい、これで締めたいと思いますので、はい、ご唱和をよろしくお願いいたします。はい、今週も親不孝通りにすら出せよな、バイビー。はい、ありがとうございました。